ヤコプルニャール・ネデルラント出身の声楽家、フランドル学派の作曲家、ルネサンス後期のプラハで長く活躍した、ヤコブス・ファートの下で、宮廷礼拝堂の聖歌隊員を務める。1582年から1584年まで、プラハ宮廷副学長を務め、1585年から1596年まで、インスブルックにて、シュタヤーマルク校の宮廷学長に転身。 1596年より、プラハで寄選を送る。37曲のミサ曲と195曲のモテット、受難曲を出版。その他に40曲余りのイタリア語の世俗音楽も存在する。最も重要な創作は、イタリアのマドリガーレ様式内史は、ビンラネッラ様式を取り入れた、ドイツ語の世俗歌曲である。ラッシスのリートに比べると、 最上西部が可用性に満ちているという点で、ルニャール作品はイタリア化されている。ルニャールには他に4人の兄弟がおり、いずれも作曲家になったという。バッハのカンターター第5番、我はいずこにか逃れ行くべきに使われているコラール、神様にかけて、アウフメーネンリーベンゴットの旋律は、ルニャールの旋律が原曲であると言われる。ありがとうございます。